ラムラムちゃんちょっとラムって名前なの <laughs> はい、どうもみなさん、こんにちは。動画2つです。まトロットが再生していただき、ありがとうございます。本日はシャドウハウス、えー。こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。<laughs> 前回、エビリコがね、まあ、外の世界というか、まあ、シャドウハウスの中をね、いろいろ見ていく中で、また新しい情報がワンサか出てきたわけなんですけども、まあ、キッチンのところの話になれば、顔の見えないね、人形がいるみたいな話があって、行く必要はないよってところもあったし、まあ、ポートレートとかね、お披露目の間とか、いろいろあったじゃないですか。まあ、結局、お披露目の間でね、まあ、認められて適性があるみたいなことになった時に、まあ 成人になるっってて話があ,って、まあケイトもそれで成人になるのかなってとこで、まあ、その成人になった後に一体ねこのシャドウハウスの中で何が待っているのかっていうねケイトがね前回ね人形を動かせるみたいな話があって、まあ、エミリコとケイトの中の2人だけの秘密みたいになっている今現在なんですけどもあの力とかをなんか使ってそれこそ成人になってから他のねシャドウハウスの面々たちと、まあ、生き人形を使ってなのかなんなのか分かんないけどなんか戦うみたいなそういう。 流れになるんじゃないかなってね前回いろいろ見てたら思っちゃったんですけどどうなんでしょうねそれこそなんかやっぱランク制みたいなのがこの世界にあって生き人形同士をねまあシャドウハーツの面々が戦わせるっていうところがあるんじゃないかなって今勝手に予想しております。 あとこの生き人形ね偉大なるおじいさまが作って命が吹き込まれてるみたいな話があったけども実はさこの生き人形もともと人間なんじゃないのって最近思ってきたんですよ怪我も普通にするし食事もとるでしょなんか記憶をさなんか消されてリセットされてあの世界っていうかシャドーハウスの中で人形的な形としてすり込まれて働かされてるっていうことはないのかなミアは生まれた時からさ言葉が喋れたみたいなことがあったじゃんあれってなんか前の昔の記憶が残っていて ととかそういういことなんじゃないのかななじゃないんだとしたらさ何でそんなね差別化みたいなことが図られてるんだろうかけど前回エミリコがあの窓から落ちて助かってるって様子を見るとやっぱ人形なのかなとも思うところはあるんですよ今生き人形っていう存在が何なのか本当に分からなくて本当に作られたものなのかもしくは何かね空にされた人間なのかもしあれが人間なんだとしたらあのシャドウハウスにいるさ影おかげさまたちの方がさ不気味な存在なんじゃねって思ってきちゃうんだけどもまあ あと前回亡霊っていうね存在も出てきて話の幅がねさらに広がってきました、まあ、前回ねあのローズマリー先輩がすす、まあ、病みたいなのになってしまって、まあ、非常に不気味なシーンもありね驚かされたわけなんですけどもあの亡霊が結局人為的に行われたのかたまたまの屋敷にたまったすがああいう形になったのか分かりませんが、まあ、これからもちょくちょくあいつらは出てくるんじゃないかなと。 そしてラストの方にね偉そうな人たちが出てきて何やら画策している様子があったんですが、えー、今回一体どうなるのか、えー、そこら辺皆さんと一緒に見ていきたいと思っております是非、えーえー、皆さんも録画したものもしくは読んだものを使って一緒にお楽しみください簡単なこごんなさいまし音ペ編スタートですよろしく頼むぞ。 はいスタートでーすさあんなんかざわついてないかあーみんないるねなんであの星付きのまたあれが偉そうに仕切ってるねうんありがたいしどうこの人すごい高圧的なんだよねあー彼も星付きだねあここでねはっきりわかるねそうなのかな なんんか人為的にもさ行えそうじゃんおかげさまっていうか名前がある人たちからさすすがさなんかああやってケイとかさ扱えるくらいだからゆくゆくあれみんなさ使えるようになってんじゃないかなこのケイと以外にもそう思うのは僕だけであとさあの星付きあれって一体どうやったらなれるんだろうねなんかこのお披露目のお間を通過しして成人した後に やっぱ生き人形同士を何か競わせることによって成果が出た生き人形とかにあの星が与えられるみたいな感じなのかな、まあ、前回なんかミヤがねお風呂場の時に何か言ってたじゃん待遇が良くなるかもみたいなことだからそれが結局この星の精度なんじゃないかなでこの星っていうのは1個だけなのかな また何かいっぱいあったりすんのかねまあそこら辺もよくわからないわ、まあ、別棟とかに行ったらもっと偉い人たちがいるっていうところもあってさもうそっちに行ったらもう星つきしかいないみたいなことになってんじゃないかなその星の手に入り方を早く、はい、説明してくれマジで訳が分からないうーんもうえみりこちゃんが可愛いのを毎回分かっているんだけどもうどうしても見に行っちゃうねオープニング見ててもね でケイトが結局この作品の中ではこのシャドウの中ではかなり異端児的な感じだとやっぱ僕は思っているんですよだからこのケイトちゃんの活躍ここにも期待してねこの作品は見ていきたいなというふうに個人的に思っておりますさあ深夜の見回りうんで聞き取りは進んでるんだね今ね厳しいんだよな区長はいやもうやめてそれで読むの うんそれであの戦う場所に行ってすす病になっちゃったみたいなことかえそんなあこのミヤさすごい噛みつくよねこの子に対して前回もさなんか言われてムッとしてたじゃんこの腰つきにすごいいくね いいやいや目つけられちゃうええちょっとえこんな感じなのここんな何だ今の今の男の反応は何だろうあーやべえ目をつけられちゃうぞエメリコ なななにににどういうことこのメンズ何やってんのなんだあ助けてくれてんのかないやこれこの子たち助けてくれてるね多分エミリコたちのことうーん正論いや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 それは違うだろうお前が口答えしてんじゃないのかおかげさまに。 いいやわかんないけど名前があんのかえあこれで住むようにしてくれてんのかなこの彼はえもう何いろいろもうあこの子かもうすぐ分かったわどじっこなんだね一番の無能 うん大丈夫かねこの子お披露目前なのかなこの子もいや短略的じゃないこの女あんなんで星つきになれるのあそっくりいやーけど前回のルーとかもねなんかローズマリーとどっち助けるみたいな感じだったけどみんな結構シビアだよね かエミリコがやっぱこの中でもすごいなんかイレギュラーなんだろうねケイト様と一緒で人間的だよねいやーそれが分かればいいけどお花畑布いやいや呼び方ネーミングセンスはなかなかあるねあなた速攻でああこれでか うーんそれがタイトルなんだね言い方今のバービーああありが気に入られたんだねだから気に入られようと思ってやったんだこいつ最悪じゃんリッケー結構めんどくさそうだなうーんここで生きていくためにはねうーん だからこその星付きなんでしょ実力っていうのが何を指してるのかほんと気になるんですけどいやローズマリーさん何もないといいけどねあのバービーからああ前回もここ目あってさ笑顔でさこうなるよねう <laughs> んケイト様 うん、こっちにはなかなか行けなくなっちゃうねあんなことしてるとお勉強かな、うん、だ,ねだねだねだねああそうだったそうだったえミリコとか深夜の見回りって言うけどやっぱ眠ることは必要ないのかな駅人形っていうくらいだから大変じゃん超ハードワークだよねこんなの。 あーもう行っっちゃったもんねなんかあれなんじゃないかなケイトとしてはもっとああほら出ちゃったよもっと話したいんだねうんうんいやこいつやべえぞもともと配属される生き人形自体も性格が似てるのかもねパトリックあこの子のも この子の子あれかなこっちもおかげさまもなんかおっとりしてるっていうかダメなとこあるのかななんか似てそうな気がすんだよねうんーすんごい元気だね深夜のテンションだとは思えないねショーンいや教えてくれないんかーい うーんこれでなんか見ちゃいけないもの見ちゃうとかないかね行かないでいいとこ行っちゃうとかないあのキッチンとかさお披露目の間とか勝手に入っちゃったりしないかないや映像が超綺麗え勝手に行動してんのあそんな見てる場合じゃないだろうああ目が悪いからね そういういことか <laughs> 確かに <laughs> えって驚くとこじゃないし名前教えてよそのショーンじゃない方の生き人形とか大変じゃんゆみりこがいやなんだかんだリーダーじゃんこの中だと率先してうん何を探せばいいの結局 すす、うん、が溜まってるか見てればいいのかなちょっとみんなしっかりしてうんなんだもう消えちゃうのかなそういうことじゃないあ時間切れなのかなあ出た「考えないの音」 もうここがいいよねまとめてくれるから考えああやらない <laughs> 言ってくれないいろいろてかやっぱお疲れじゃん <laughs> パンちゃん <laughs> かわいいでケイト様となかなかコミュニケーション取る時間がないんだね連日続くから大丈夫か ちょっとはかけてるみたいだけどいやちょっと疲れてきてるねやっぱ何なの生き人形ってこんな疲れとか持ったりさやっぱ人間なんじゃない元は違うかないや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 もうダメじゃんうんん どうしたもうここで寝ようって算段なのかいやーやっぱりえなあーもうやる気すらないんだね見回りをまあそういう魂胆かバービー だって目の下にクマがあるもん顔ねなるほど、まあ、そこも一理あるねなんだああいやみヤちゃん頑張ってくれたねけどもうやる気ないね <laughs> そっちかよ一緒に寝ようぜ的なねまあ、けどそれを持ってきてくれてるだけで少し優しいかもねうんじゃこれまた寝てるのがバレたら大丈夫か いやーこれ起きた時に誰か回りたいやばくないそうねうーんいやそれでもねうんなになに,なにどうしたん急にえにええああ元はと言えば的ないやそんなー いやちょっとえ嬉しいです <laughs> えみりこちゃんの感性すげえな <laughs> 名前を言おうそろそろうんここを手を組むとかないかなけどあれか上の人がいるからな 生き人形同士が結託とかもできないのかうんラムラムちゃんちょっとラムって名前やろおいおいおいそんないい名前つけてもらったんかうんなんか来るね何何 ななんだなんかガタガタ音がするけどえけど音的に違うんじゃないなんか車輪みたいなえモもやみたいになったけど何なのけどこの音的になんか車輪的なものなんじゃないかと思ったんだけどいや違うわえなに何な何ああなんか弾いてるじゃんこれあれなんじゃないこの家の中でさ働く系のものなんじゃないかえ何これあこれが 顔の見えないキッチンの時のうんけどさパンクばってるってさ墨だらけじゃないえ人形なんだうん顔のないってどういうことなんだろうかけど ってことはやっぱこの子たちも人形なのかもう訳がわからんわ俺ん中でんどうなってんのああなんだなのこの線はあの子ああええミリコちゃんのことか。 いやラムちゃんちょっと守ってあげたくなっちゃうなこっちのラムちゃんはか弱いねめちゃくちゃ <laughs> かわいいうんえー、そんなってことはこの子を使ってる人も結構厳しい感じなのかな <laughs> うんうんいやーけどイレギュラーなんだねエミリコちゃんはでそんなケイト様もイレギュラーなんだよなうん いやいやいいんだよそれでなんか嫌いにはなれないよ好感を持てるよえああこうやって信仰が深められるといいね <laughs> おい顔にならなきゃいけないんだからああそういうことだったんだねいやーエミニコちゃんの言い方可愛くない今の うーん見つけてあげよう忘れないでこれだって書くの大変だったでしょミアもどこだうんこ逆にさラムを見つけようとしてなんかとんでもないもの見ちゃうってパターンあり,ありそうな気がするんだよねえちょっと待って いや,やばくない,いや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 大丈夫なのこんなのまたバービーとかに知られたらいや、そもそもこの広い屋敷を歩くっていうのが怖いよね夜中に洋風のしかもすだらけであな何それえ罠え どう <laughs> なってんのこの屋敷なんでこんなものがあんのよあーそういうこと侵入者を許すんじゃなくて出てくものをうーんああそれもルールだもんねええー そうだな、逆にまあいないわなえー、これはラムちゃんかいやもうどうなってんの何が起きたのえに、ー、何何じゃあどうやって行ったのおっエミリコえー、あ隠し扉があんの そういういことああよく分かったねああこれ突っ込んであんなさ金属とかに当たんなくてよかったねてか石と置いてかないでショーンのことそうねそこね <laughs> もうまさにだって行った瞬間に何かあったら大変じゃんあいた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 よくこんなとこ来たねラムは 言葉も出ないそうねあいるやばいやばいやばい水水はえかわいいえみりこちゃんいいねいいね頑張ってえでかいのいるやんそこそこいや動きよ あーそうだよどうすんのこの3人でやるのかどうすればいいのよいや本当にあ紐いやけどひじゃああれかダメだよねあーそっちかナイスナイスだけど <laughs> ええー <laughs> 大変大変、うん、おっと聞いたのおおナイス素晴らしいうん出てこないようにね鍵ああそうか目悪いんだもんなーうん そうねしかもあんな開けたらめちゃくちゃ大量に出てくるんじゃないか何どういうことえ開けるのえ大丈夫ああれ出てこなかったんいや それにしたってもうそこも掃除しないとだねじゃあうんってことは人為的じゃないんだはいはいよかったね自然現象っちゃ自然現象だろうなこれはお祝いのパンかーいショーンくんなんでお腹も減るんだろうな ほんと人っぽいんだよなだってほんとに人形として作るならさこんな食事とかうーんやっぱ他ではありえないことなんだろうねラムちゃんは不器用だねかわいいけどねそれがまたうーん <laughs> やばいやばいやばいケイト様がモヤがすごいすすん。全部バービーのせいだからねあそこもあるかんやらなきゃいけないことあなんだよケイト何やらなきゃいけないことって 全く今んところそんな装備なかったのに急にここでもう気になるじゃんまた1週間待つんかーいあ,あこれショーンだねここに出てたんだねでルーちゃんでしょルーちゃんのこっちはまだ出てきてないでリッキーだっけ名前こいつ嫌なやつだったねでラムラムちゃんかわいいんだけどちょっとこの後心配だわいろいろと あのご主人様はどうなんだろうね。あんなタイプなのかな。なんかみんなどっちかっていうと生き人形に性格がそこそこ似てる部分がある気がするんだよね。いやけどエミリーコにケイト似てるって言われてそう。うーん、<laughs> あれだけど。<laughs> いやー、これどうなるのまだ全然わかんないんだけどでお。お披露目の間で早く成人してくれないとこの話がどうやって進むのかがいまいち見えてこないわ。 多分そこまで行くとかなり全貌が見えてくるんじゃないかなって個人的には思ってるんですけどこのアニメしか見てない皆さんどう思いますそう思いませんなんかここお披露目超えたら結構分かりそうな気しないであのあれだねあそこに映ってるの基本的にメンバーなんだねだから大体みんな出てきたねこれでね。 いやそれにしても作画ほんと綺麗だねこの作品ねあの夜の見回りのシーンとかさすげえ雰囲気あるじゃんで結局亡霊事件の犯人が、まあ、人が何かしたってことじゃなかったっていうのは良かったねけどそのうちなんかありそうな気すんだよな亡霊をさ操ってるやつがいるみたいな展開ははいというわけでね、えー、今回シャドウハウス見させていただいたんですけども、えー、皆さんの今週のエピソードに対する感想だったりね僕の歴史に対するコメントなどお待ちしております以上動画メントツコの新 <laughs> バイバーイ